안녕하세요, 더입니다. はい、ということで夜ご飯を食べに行きたいと思います。今回はサイホモンシリーズでございます。このお店もかなりね、いろんな方がこう行ってね、美味しいって言ってくれた、すごい人気店なんですけれども、私もねずっとまたもう一回行きたいと思ってたんですけど、なかなかタイミングがつかめなかったんですけれども、今回ちょっとね、まあリニューアルオープンというか、まあちょっとお店の名前が変わったらしいので、まあそれついでに、はい、まあそれが言い訳ですよね<笑>今日はね行きたいと思います。ここ皆さん多分すぐわかると思うんですけれども、新町にあるめちゃくちゃ美味しいお店です。ということで、場所が新町ということで、2号線の新町駅です。2号線の新町駅の一番出口から出てちょっと歩いていきたいと思います。今日なんだかんだでまだ一食も食べてませんので、はい、では向かっていきたいと思います。それではじゃあこちらが新町駅の一番出口になります。で、一番出口から出たら、はい、このまままっすぐ行きます。なんでこんな人多いんだろう。あ、そうだ、今日子供の日でさ、そう、なんかそう、今日子供の日なんですよね。はい、じゃあここね、ヒョンデデパートがあるんですけど、これを過ぎて、はい、オリューブヤングが今前に見えると思うんですけど、それの手前を、はい、右に曲がります。そしたら最初の角を左に曲がってこのまま直進です。ここか、ここだ、じゃじゃーん。はい、皆さんここ、お、え、もう人いるんだけど。はい、ここそうです、パエドクシクタンっていうお店だったんですけれども、はい、今回名前が変わりましてこちらになりましたので、はい、食べに行きたいと思います。あ、こんにちは。あ、じゃあ超気をかせよ。はい、食べましょう。こんにちは。今日잠깐만앉아계시면자리준비한다。あ、ね、感謝합니다。すごい、なんかね、挨拶するときにも90度とかじゃない、もうこういう挨拶。안녕하세요。あ、안녕하세요。주문어떻게해드릴까요。あ、그거오늘랑똑같이그중갈비였고2인분네곤드레밥하나네그렇게해주세요。그때는아마덜매운맛드셨던걸로기억하는데、네네네、괜찮으세요。네그렇게해주세요。신라면보다매운데네괜찮아요。괜찮으세요。잠시만기다려주시면금방준비하고안쪽으로오실게요。감사합니다。기다리시는동안혹시、네、여기에전화한번만하셔가지고출입인증해주실수있을까요。아네네 네, 네알겠습니다。 QR 코드대신에네감사합니다。네금방안쪽으로오실게요。네元気がやばい、なんかもうさ、元気もらえるわ。今日まだご飯食べてなかったしさ、若干なんかなんていうのか、この元気ない日ってあんじゃん、どうしても。そんな日だったんだけど元気もらえる。何のロボしけよ。あ、ね、今のロボしけよ。あー、ちょっと원래엄청맛있었어요。어、私たちがやるのでこのままお待ちください。はい、ありがとうございます。神ゴムもくれる。チェック、じゃーん。はい、これが2人前ですよ、2人前。なんかすごいでかいキノコそれからヤンニョムが入っててって感じですね。そして、はい、私の大好きなトンチミとこれと、なんだっけ、もやしで、まあ、先ほどね言ったみたいに私たちが全部やるのでこのままにしといてください、だそうです。はい、ということで、ここが前に撮影しに来たパレドクシクタなんですけれども、お店の前が変わりまして、お店の前がで、お店の名前変わったんですけど、メニューと、働いてる方はね同じですね。で、日本語も全然使えます。なんかね、勉強したのってすごいいっぱい。でも最近使うところがないらしいですよ。で、ここのメニューがじゃん、はい、ブレイクタイムなかったんだ。え、じゃあ普通に食えばよかった、だから人いたんか。제가다시와서해드릴게요。네。
맛있어 맛있어. 와. ご飯が出たらお食べください。はい、これはサービス。ありがとうございます。で、入れた日本人、ジゴニカオルニンク、チソンサイダーを頂戴。あ、ありがとうございます。感謝です。わあ。じゃん。ちなみにここにね、その日本人の人も働いてたんだって。でもなんか今はいないのかな、仕事してたって言ってたから。わあ。 ソバチヂミとご飯です。はい、ありがとうございます。ご飯はカルビソースと一緒にお食べください。ありがとうございます。わー、じゃーん。今食べていいですか？かわいい。じゃじゃーん。これですよ。これがめちゃめちゃ美味しいの。この何？ソバコチヂミってやつ。 と、これがゴンズレパってやつですね。これ体にいいやつです。体にいいご飯。はい、じゃあ食べます。いやー、美味しそう。いただきます。なんかちょっと若干カメラ斜めってるけど、もうね、直してる時間とかないから全然。これ絶対美味しいやつや。これをここで、すごい柔らかい。本当はさ、気持ち的にはこう、うってやりたいんだけど、熱くてできないの。 めっちゃ柔らかい。ご飯の上に。じゃん。うん、マジで相変わらずめちゃめちゃ美味しすぎる。わあ。わあ、見てこの大きさ。 うん、辛くないのも選べるからさ、いいよね。もっと綺麗に切れって感じだよね。ごめん、食べたくてしょうがなく。マジでここの店マジで美味しいからね。マジでマジで、これをこのなんか、これにつけて食べる。うん、ここより美味しい。私何、そばこチヂミ食べたことない。マジでこの大きさで100円だよ。意味わかんなくない？おかわり100円。 うん、最高なの。どんだけ柔らかいかっていうと、はい、このお肉シャン。 そしてご飯の上に。最高でしょ。うん、 前来た時はがっつきすぎて撮影ボタンを押し忘れたんだよね。<笑>トンチミまで美味しいもん。うん、 とりあえずな、なんか。
これ味なんだって。とりあえずこのチュンカルビも美味しいんだけどさ、この縮みがめちゃめちゃ美味しいの。私この店で初めてこのそば粉チヂミ食べて、ここでハマったの。で、いろんなとこ行ってどこで見たんだけど、ここより美味しい縮みマジでない。普通さ、私ここにマイクついてんじゃん。私の声が店員さんの声に負けることってあんまないんだけど、負ける。 私が新町内で一番おすすめするご飯屋さんがここかもしれない。もちろん味もそうなんだけど、こんなに人がいい<笑>なんつったらいいの、そのお店の雰囲気もめちゃめちゃいいし、それプラス味もいいし。<笑> ちなみに私こんなめっちゃバクバク食べてるけど、これ2人前です。スープが少なくなってるので、もしポンナムリのスープ넣어드릴까요？あ、ね。감사합니다。感謝한거드릴게요。え、じゃん。 復活。え、食べたのにさ、また復活したんだけど。スープが少なくなっちゃったから、こんなん見るとスープ追加してくれたんだけど、食べる前の状態に戻りました。うわ、びっくりするぐらいお腹いっぱい。29,000원。ありがとうございます。저희그때공부했던거아여기요아이러나다저희가게에서같이일하고 그 친구가 다 알려줬어요. 카오루님 엄청 팬이에요, 저 친구. 아, 그래요? 근데 저번에 제가 콜라 드렸었는데 네. 아, 형님 큰일 났다. 아, 그때 사이다. 수고하세요. 잘 먹었습니다. 감사합니다. 마타 이마쇼. 네. 네. 최고잖아요. 근데 지금 持ち帰りしたんだけどさ. 見て. 감사합니다. 오,気をつけて. 可愛い。 どうだったですか、久しぶりに。変わらずの、はい、男前なみんなでしたね。頑張ってみんなに日本語勉強したんですけど、使う機会が減っちゃったみたいで、ぜひね、韓国にいる日本人の方、留学生みんな遊びに行ってあげてください。本当にね、絶対行って後悔しないし、絶対行って気持ちのいいお店ですので、はい、おすすめです。ということで今回は、私が イデ新町本店の中でおすすめトップ3に入る美味しいお店、トゥンガルビの紹介でした。紹介というか、まあ再訪問かでした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わり。